はい、こんにちは。健康管理士ダイエットインストラクターの村上です。今日のテーマはプロテインを飲むタイミングなんですけども、このテーマっていうのは質問がものすごく多いんですね。昔からプロテインを飲むタイミングについて、で特に筋トレをした後お風呂に入る場合について今日はお話ししたいんですけども、私が最近行き始めたジムにも立派なお風呂がついてまして、ジムでトレーニングした後にお風呂に入ってリラックスができるんですけども、そういった場合にじゃあプロテインっていつ飲むのっていう質問が結構多いんですね。それについてお答えしていきます。で、もう結論から言うと、お風呂の後でいいです。筋トレをしてお風呂に入ってリラックスして、それでお風呂上がりの一杯としてプロテインを飲む、このタイミングでいいと思います。で、なぜかっていうのをこれ今からお話しするんですけども、まずそもそもプロテインについては筋トレ後すぐに飲まなきゃいけないっていう思ってる方が結構多いんですね。で、実際これは昔から言われてて、筋トレ後30分間はゴールデンタイムだというふうに昔から言われてるんですけども、日本語で言うとゴールデンタイムなんですが、これ英語圏だと結構アナボリックウィンドウっていう言い方をするんですね。アナボリックっていうのは合成っていう意味なんですけども、アナボリックウィンドウが開くというのは、筋肉の合成の窓が開いて、どんどん外からアミノ酸を取り入れる状態になるっていうことなんですよ。筋トレをして、筋肉に負担をかけて筋繊維が破壊されると、その筋繊維の修復のためにアミノ酸を非常に取り入れやすい状態になるっていうことなんですね。これがアナボリックウィンドウっていうことで、まあ、いわゆるゴールデンタイムなんですけども、この時間がですね、従来は筋トレ後30分以内と言われてたんですけども、最近の研究ではもうですね、このアナボリックウィンドウはもうずっと24時間ぐらいは開き続けるんじゃないかということを言われています。特にジムでしっかり負荷をかけて運動する場合は、24時間ぐらいアナボリックウィンドウは開き続けているので、実際にはアナボリックウィンドウっていうよりはアナボリックデイだと言われてるんですね。だからもう筋トレ後に急いでシャカシャカして飲む必要はあんまりないっていうことなんですね。ですからお風呂上がりにゆっくり飲んでも効果は変わらないので大丈夫なんです。で、お風呂の後にする理由なんですけども、お風呂に入ることによって筋トレで興奮した体がリラックスして、副交感神経に切り替わるっていうことなんですね。人間という体は自律神経というものに支配されているんですけども、自律神経というのは交感神経と副交感神経2つが交互に入れ替わってます。で、交感神経というのは活動を司る神経なので、筋トレをしたりあとはお風呂で特にサウナとかに入って熱い刺激を受けたりすると体が興奮して交感神経に切り替わります。で、その後にリラックスをすると副交感神経に切り替わるんですね。で、この交感神経副交感神経っていうのは消化器の方にも作用してまして、副交感神経の状態だと、消化器が活発に働くようになります。消化吸収をするようになるんですね。逆に筋トレしてる時とか、例えば外敵と戦ってる時なんていうのは食べ物消化してる場合じゃないので、もっと他のことにエネルギーを使わなきゃいけないので、消化機能っていうのは落ちるんですね。消化機能をセーブして活動するためのエネルギーを確保しようとするのが交感神経の働きなので、お風呂に入ってリラックスして副交感神経を優位にすることで、消化器が活発に働いてプロテインを吸収しやすくなる、こういうメリットもあるんですね。それとあとはお風呂に入れば当然大量に汗をかきますから、汗をかいて軽く脱水状態になります。体がそうすると体が水分を欲する状態になるので、水分の吸収率がアップします。そうすると水に溶け込んでる栄養素も一緒に吸収されるので、こういった点でもお風呂に入った後にプロテインを飲むことにはメリットがあります。逆になんですけども、お風呂に入る前にプロテインを飲んでしまうと、まずですね、お風呂に入って熱い刺激を受けるので交感神経の方が優位になります。そうすると消化器が優位になる、消化器がセーブされてしまうということと、消化器が働く時っていうのはですね、食事の後は胃に血が行くっていうことを皆さん聞いたことあると思うんですけども、
消化器がフル稼働するために全身の血液が消化器の方に集まってくるんですね。しかしお風呂に入って体が温まってしまうと全身の血行が良くなるので、血液が分散されてしまうんですね。そういった点でも消化器の働きが悪くなるというデメリットがあるので、お風呂に入る前にプロテインを飲むっていうのはお勧めしませんね。でもう一つ最後に余談なんですけれども、筋トレを始める前にかなりお腹が空いている状態ですね。前の食事から3時間4時間以上空いちゃってる状態の時は、筋トレの前にもプロテインを飲んでおくっていうことも有効になります。まあ、プロテインを飲んでそれが消化されて全身の血液に回り始めるようなタイミングで筋トレをしておくっていうことで、破壊された筋肉にすぐにもうアミノ酸を吸収できる状態になるので、こういったタイミングでも飲んでおくことはいいと思います。まあ、今日のまとめとしては、筋トレの後にお風呂に入る場合はお風呂に入った後にゆっくりプロテインを飲めば十分ですよということですね。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。